皆さんこんにちは。今日は毎年恒例の500円貯金箱を開封していきたいと思います。これは今年の1月にスタートしたセリアの10万円貯金箱ですが、確か去年も一昨年も10万円を貯めることができなくて、今年こそは頑張ろうと思ってスタートしたんですけど、思っていた以上に電子マネーやクレカの支払いが多くなり、しかも私の場合財布の中に500円玉があったらこの貯金箱に入れるというスタイルだったので、なかなか貯めることが難しかったです。なので最初に断っておくと、今年も10万円は貯まっていません。でもね、それなりに重たくはなっているので早速開けてみたいと思います。はい、ではここからは息子にも協力してもらって一緒に計算したいと思います。ではお願いします。はい、重たいね。重い？持ってるかな。今回は、まあ、僕がやった時は、うん、まあ、去年よりかは3万円以上、うん、今上回ったから良かったと思ったけど、うん、どうかな。どうかな。去年は9万円ちょっといった気がするね。うん、去年は9万ちょっとだったね。10万円届かなかった。6000円くらいだった気がする、ね、何あった？見たら分かるかも。今年の私の予想はその重さでいくと、まあ、7万8万あるといいかなっていう感じですね。じゃあ俺の予想いくよ、うん、7万8000。7万8000、1枚あるといいな。7万円ぐらいかな。そんなこと思っちゃダメよ。もっと高いね。うん、もうね、考えないね。あ、目標高くね。目標高く。あ、うん、あ、あ、思った以上に入ってない。はい、Oh my god。 このくらいです。いや、これ過去一少ないじゃないですか。そうでもないか。今年と同じぐらいかな。去年はもう大体、うん、去年はもっとあったね。では計算してみましょう。じゃあいつものように500円玉を10枚で重ね、うん、1000円だから、うん、そうしよう。10枚重ねよう。あ、でもいっぱいある。いっぱいある？意外とある。おー、きれい。きれいな玉ですね。どういう計算をして、どういうのか。え、待って、すごい、令和元年、すごい、初めて見た令和のお金。残す？うん、待って待って、見せて。やったね。令和元年のお金初めて見ました。やばい、おーい、綺麗、ね、令和元年ってもう書いちゃってる。真ん中だね。一応計算には入るか。うん、一応。あげます。あれ、令和元年は、令和元年はね、これだね。ん、これじゃないわ。令和元年どこ行ったか。どこ行った。好きよ。え、これ1枚少ない。はい、ではいきますよ。この列で1万円なので、1万、2万、3万、4万、5万、6万、7万、8万、2000円。おお、意外に溜まってる。意外に溜まってる。1万2000円ありました。やったー。で、あと令和元年があったっていうのがね。うん、よかったね。令和元年、令和ちょっとどこ行ったか分かんなくなったけど、お父さんに見せないとね。うん、そうだね。令和元年、あ、すごい。でもなんかたくさんあったので嬉しかったです。はい、結果10万円を貯めることはできなかったんですけど、やっぱりこの年末に臨時収入があるというのはすごく嬉しいので、来年も500円玉貯金を続けていこうと思います。そしてね、やっぱりいつかここに書かれている10万円という目標はいつか達成してみたいですね。はい、
そして今年の動画はこれが最後です。今年1年を振り返ると、引っ越しがあった影響で去年の3倍くらいの速さで時間が進んでいるような感覚だったんですけど、年始に掲げた目標はたくさん達成することができました。まず今年こそは UUUM の公式ホームページに掲載されたいという目標があったんですけど、それは11月に達成することができました。ページに掲載されるということは、クリエイターとして憧れ、そして誇りであり、私が今までコツコツやってきたことを認めてもらえた瞬間でもあり、本当にこれまで以上にプロのクリエイターとして自覚を持って動画を作っていかないといけないなと身の引き締まる思いでした。最初 UUUM から声をかけてもらった時は、専属クリエイターとしてどうですかというお話をいただいて、そこから専属契約をしてずっと活動はしていたんですけど、やっぱりホームページに掲載されていないことで、自分の存在価値って何だろうと私は考える時間があったり、視聴者様の中には本当に UUUM所属なのと疑問に思われていた方もいると思います。なので UUUM所属と名乗るからにはホームページに掲載されたいと思い、それを今年の一番の目標にして活動していました。真面目にコツコツ頑張るしかなかったんですけど、今年は去年よりも多くの仕事をいただけるようになって、自分を必要としてくださるクライアント様のために動画を作ることが本当に嬉しくて、途中ホームページ掲載っていう目標を忘れて仕事に没頭していた時期もあったんですけど、そんな時にマネージャーからついにホームページに掲載されますよという連絡をもらった時は、なんだろう、やっと UUUMの一員になれたような、やっとスタートライン立てたような、そんな気持ちでもありました。でもそれとともに視聴者様からは、案件の動画よりは私の普通の動画が見たいっていう意見も多く寄せられるようになり、それで一つ思ったのは、案件動画っていうのはクライアント様の意向に沿うのはもちろんなんですけれども、この YouTube っていうのは視聴者様がいて成り立っているお仕事なので、日常生活にタイアップさせて皆様に楽しんでいただける動画作りをしないといけないなという反省もありました。そんな反省を交えて来年の動画作りに生かしていきたいなっていう思いですので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。あとこのワイライフスタイルのチャンネル登録者数20万人突破という目標があったんですけど、それも11月に達成できましたし、セカンドチャンネルのワイズキッチンの方も10万人を突破することができました。本当に皆様のおかげです。ありがとうございました。そして UUUM のスタッフや家族の協力がなければ、その目標を達成するのにもっともっと時間がかかったと思うので、私に関わる全ての方に感謝しています。本当にありがとうございました。では最後になりますが、今年も多くの皆様に支えられ、無事1年終わることができます。本当に本当にありがとうございました。来年も皆様にとって素晴らしい1年になりますようお祈りしております。ではまた新しい動画でお会いしましょう。良いお年をお迎えください。さよなら。